ヤフオクで見つけたジャンク品の指輪、なんとそこには謎の刻印が、どう見ても怪しい指輪なんだけど、綺麗な黄色い宝石、そしてはキー氏にはダイヤモンドらしき輝きが。今回はこの指輪を徹底解析します。まずは謎の刻印、試金石と破壊検査で内部まで検証、そして宝石を取り外し超音波洗浄機で洗浄、顕微鏡の拡大検査や簡易的な比重の計測を行い、コストを抑えて考察、テスター、蛍光性のチェックなどから、ワキー氏がダイヤモンド化検証します。最後は、すべての結果をまとめて、実際の査定結果を発表。一体いくらになるのか、ジャンクな動画を最後まで見てね。どうもジャンク鉱山ラボです。今日は、ヤフオクのジャンクスクラップから発掘した、この指輪、ガチで検証します。この動画でわかることは、1、指輪の素材を解析。2、黄色い宝石の正体に迫る考察。3、ワキー氏はダイヤ化検証。最後に、スクラップの査定結果を発表します。では早速謎の刻印を拡大して見てみよう。なんか読めないやつだね。刻印というよりか潰れた何かが浮き上がってる感じだね。凹凸が逆なのかエンボスなのかよくわかんないけど怪しさ満点だ。宝石はめちゃくちゃ綺麗、ワキー氏も良さそうな輝きだ。この辺は変な刻印とギャップがあるな。よし、 USB 顕微鏡で拡大検査だ。拡大することで何か内包物が見えるかもしれない。なんとなく内包物のようなものに見えるけど、汚れかもしれないからやっぱり外して洗浄してから見た方がいいね。蛍光性も見てみよう。蛍光性とは紫外線に反応して青白く見えることなんだけど、天然のダイヤモンドにはこの蛍光性がある場合とない場合があるんだ。もし反応があれば、これがダイヤ判別の一つの要素にもなる。少し青白く反応したように見えるね。おっと、宝石ばかりに気を取られてた。肝心の指輪の素材を検証するね。試金石とテスターを使って、指輪の素材を検査しよう。これは、古くから人類が、金の判定に使っていた試金石を用いた検査だ。物体を試金石に当てて削り、残った後にテスターをつけてその反応を確認する。これが試金石についた削り跡だ。そしてこっちが指輪の削れた跡。ではテスターをつけて反応を見てみよう。さてテスターの反応は、消えた。少し残ってるようにも見えるが中途半端だ。もしメッキであれば全て消えるはずだが、微妙に残っている。これは謎だ。では切断して内部を露出させてみよう。表面と内部の素材が違うのかもしれない。フェンチの刃の部分で切ります。広げて切断面に直接テスターをつけてみよう。切断面をテスターで再チェック。おお、残ってるね。念のためもう少しやってみよう。でも素材は何だろうね。品位の低いプラチナかな。消えないで残っているね。切断面も見てみよう。微妙に色が変わった。反応が20っぽいけどはっきりしないね。緑青反応がないから、銅や真鍮などの合金とも違う。色が2つに分かれていることから、
2種類の金属を貼り合わせている可能性があるね。そういえば、初めに刻印を見た時に段になっているのがちょっと気になったんだよね。折れてしまった。ロウ付けなのかキャストなのか、簡単に折れてしまうなんて。折れた部分を観察すれば何かわかるかもしれない。表面はロジウムか何かのメッキのようだ。露出した内部の様子からキャスト、鋳造のようだが、はっきりとはわからない。現時点ではホワイトゴールドではなく低品位のプラチナではないかと考えている。宝石を取り外そう。指輪を万力に固定し、タガネで爪を広げて取り外します。黄色い宝石は4本の爪で固定されていますが、片側2本の爪を広げることで簡単に外すことができます。お、取れた。問題は脇石です。とても小さくて爪を起こすのが大変なんだ。小さな石を落としてなくさないように100均のトレイを万力の下に置きます。もう過去に何度もなくしてるんだよね。正直言ってこれらの小さな石の一粒あたりの買取価格は高くないので、作業の手間の割にお金にはならないんだけど、でもこう祈ってなんか楽しいでしょ。ということで無事には脇石も取り外すことができました。では超音波洗浄機で洗います。使い古した茶こし、これが何気に重要なポイント。洗浄とすすぎの工程で小さい石ってよくなくすんだよね。宝石を洗浄機にセットしたら、あとはお水とバフカス落としを入れて、スイッチをオンにして待つだけです。入ってきました。次はよく水を切ってから洗剤を落とすためにすすぎ洗いをします。桶の中で茶こしをたくさん動かして洗剤を落とします。サーキュレーターで乾かすんだけど、これが結構時短になるんだよね。乾かしている間に指輪の比重を測ってみよう。まずは空気中の重さを計測。 2.35g だ。これは折れたパーツは含まれていないからね。次に指輪を水中に沈めて計測します。過去にこんな感じの比重計を自作してますが、組み立てるのがめんどくさいので使いません。なのでこんな風にピンセットで保持して計測します。厳密にはピンセットの先端が水中に沈むのは問題があるのですが、経験上比重の高いものに与える影響は少ないはずです。まあこの辺は高価な機材を使わずに簡易便速に低コストで検証するというとラボのポリシーです。計算の結果、比重はだいたい 9.4 から 10.2 くらいとなりました。これは非常にまずい数値です。これで低品位のプラチナという希望は失われました。だって適当な比重計測の誤差を考えてもこの数値は低すぎるもんね。比重 9.4 から 10.2、 これに近いのは 10.5 の銀です。ああ、石も乾いてたね。残り時間も少なくなってきたので宝石の検証を一気に済ませてスクラップの査定結果に挑みましょう。
色は黄色からオレンジ色をしたカットされた宝石です。顕微鏡の拡大検査から表面の傷やファセットの傷が確認されており、ファセットのエッジの丸みからもダイヤ、コランダムのような高い硬度ではないことが伺えます。ではこの宝石をどう調べるか。本来は変更器や屈折計などの機材を使用しますが、当ラボにはそれらの機材もありませんので、今できることと経験則で考察していきます。では指輪と同じように簡易的に比重を計測します。黄色い宝石の空気中での重さが 0.52g。 次に黄色い宝石を水中に沈めて計測します。この値が 0.19 から 0.20 でした。黄色い宝石の比重は 2.6 から 2.7 でした。比重 2.6、2.7、 これに近いのはクオーツの 2.65 です。これらの結果から、この黄色い宝石はシトリンの可能性が高いと考えられます。シトリンはクオーツ、石英の仲間で、比重は近い値になります。では脇石がダイヤか検証します。ダイヤモンドテスターによる検査。これでだいたいダイヤか判定できるんだ。どうなるかな。おお、テスター検査 OK だね。次はモハッサナイトテスターによる検査。これはダイヤモンドテスターで完破できないモハッサナイト用のテスターだ。結果は問題なし。洗浄後なので、もう一度 USB 顕微鏡で拡大検査するね。で、結論から言うと、内包物が多く見られ天然由来を示していました。ただね、これラウンドブリリアントカットじゃないんだよね。シングルカットといって、メレダイヤの買い取りでは査定が安い方なんだ。これで3つの検証が終わりました。検証結果まとめ。1、指輪の素材、多分銀。2、黄色い宝石の考察、しどり。3、脇石はダイヤ。以上となります。最後はスクラップの査定結果発表です。一体いくらになるのか。指輪は石を取り外すと 3.35g でした。果たしてこのスクラップの買取査定額はいくらなんでしょうか。やっぱ銀だったみたいだね。誰だよ、低品位のプラチナとか言ってたやつ。シトリンとシングルカットのダイヤは貯蓄として保存しときます。今後もこんな感じの動画を作っていく予定なので、もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。